熾烈な三組。立浪定位置見えてきたな。日ハムの試合おもろすぎた。やっぱりこうでなくちゃ。中日エンジンかかってきたな。読みじゃ弱いから嫌い、速攻面白いから好き。広島雑魚すぎやろ、こんなんがリーグ優勝するわけねえわ。ここで広島巨人が足踏みは面白くなってきたな。横浜中日間負けなしでオーナー絶頂やな。広島は単に先発がへばってきただけなんか。ヤクルト強いから好き。ヤクルト上げてきたな。ヤクルトは松田で八百長やめろ。広島巨人は何ダンス踊りっとんねん。2日連続でオイシックスにさよなら負け食らってるんだけど、どういうことですか。広島はギリギリ耐えてるが、直接対決でボコられて終戦やろうな。広島が落ちてきたのはわかるけど、巨人何があったんや。ソフバンクってもう M15 やねんな。マジ点灯してるのに地味すぎへん。残り20試合上下もつれそうや。なんでここに来てセリーグまた圧縮されてんだよ。チュニドラアクセル踏んできた。ここからが勝負よ。チュニドラとヤクルトの熱いデッドヒート。熾烈な優勝争い、熾烈な A クラス争い、熾烈な最下位争い、今年すごくね。ここから全勝すれば横浜優勝。中日の2軍またさよなら負けしてて草。また中日がテンポ山の戦い前に借金合わせに行ってるよ。ゲーム差はちょっと近く見えても追い抜くチームが上に3つもある横浜はさすがにきつい。1日3試合あって上3つが負けることってなかなかないし、阪神は上が2つやから、昨日今日みたいなパターンまだ作りやすいけど。巨人って何してんの、マジで優勝したくないんか。中日小笠原炎上。まあそうやろね、巨人0敗負け。はベース広島2連勝。今日の阪神の守備、中野にエラー、ウサトテル暴投、板山暴投。負けた中日の悪口やめろ。